おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ378だったはずです。はい、今回ご紹介するのはですね、前回ご紹介したのがこちら、AGP の、カンコレの混合会議ですね。はい、前回ご紹介したのはこちらです。で、一応こちらをご紹介した時の最後の方に、ご紹介しますと言ったのがこちらです。じゃん。はい、こちらですね、フィグフィックスですね。フィグフィックスの、004番、長戸中波バージョンってやつですね。はい、パッケージはこんな感じ。側面、裏、反対側、そしてトップとリアです。はい、でこちらのパッケージ、今までのですね、フィグフィックスの中ではある意味紹介した一発目の島風と同じサイズですね、となっております。はい、では早速ですね、こちら開けていきたいと思います。レッツオープン。はい、開けたのがこんな感じです。まあ、一応こちら乾燥パーツ、まあ、長戸本体、まあ、これも乾燥パーツですね。でいつものベースと収納袋と、あと説明書がここに入っております。ではですね、早速こちら、出してですね、並べていきたいと思います。はい、一式並べ終わりました。はい、でいつものアーム、いつものベース、乾燥パーツ、そして本体ですね。本体ちょっと片足立ちなんで支えられないので手で持っております。はい、ではですね、こちらの方から、まず乾燥パーツ全部避けちゃいまして、まずフィギュア本体ですね、こちらをご紹介します。とりあえずまずぐるーり回しますね。はい、こんな感じで、一応フィグフィックスなんで、稼働する部分がですね、まあ、一応首が一応上下左右だけです。まあ、あと背中に穴があったり、あ、腰ですね、腰のここの部分に穴が開いてますね。まあ、こちらで、まあ、アームを取り付けて、はい、ベースを取り付け、一応こういう状態でですね、乾燥パーツなしバージョンで飾ることもできるという感じです。でさらにですね、ビニールですね、ビニールが首とかに挟まってて、一度首を引っこ抜くんですけど、引っこ抜く際に気づいたんですけど、こうボディが外れるんですね、こうやって。なのでこのスカートといいますか、これがこう取って、はい、こんな感じにすることもできると。はい、こんな感じです。ではちょっとスカート戻しますね。はい、とりあえず戻しました。ではですね、次乾燥パーツの方に行きたいので、ちょっとこれ避けておきます。で、乾燥パーツこちらですね、まず中央の、お、これひねれるんですね。こちらが本体につく方ですね。なのでここにこうひねることができる。まあ、これ多分角度調整のためですね。であとここの左右に開いてる穴に、こちら乾燥パーツの方をこう差し込みます。はい、取り付けたのがこんな感じで、これも左右こうやって調整することができそうですね。で、さらに、これをいじってる最中に気づいたんですけど、こちらのこのひん曲がってるこの包帯とかね、これもこう動かしてあげることができると。下も同じく、はい、ここら辺のギミックは基本的に、通常のフィグマの方ですねの、長戸と一緒です。ただ方針といいますか、この部分が曲がってて、まあ、中波バージョンになっているという違いですね。はい、こんな感じです。であとこちらのパーツを、パーツといいますか、この中央部分をこちら長戸の腰の部分に、装着します。はい、取り付けたのがこの状態。こちらの穴ですね、こちらの穴にこのアームを差し込んであげます。はい、差し込んで角度調整したのがこの形です。はい、こんな感じで立たせてあげることができると。でその際にこれが調整効きますんで、調整してこの開きもこう調整してあげると。でさらにこの辺も好きなようにすると、まあこんな感じで、乾燥をつけた状態での
長度中波バージョン、こちらが完成するという感じとなっております。で、どれだけ違うのかといっても、こちらが通常版ですね。こちらが通常のフィグマです。ちょっとポーズの違いで頭身が違うように見えますが、やはりこの辺の胸周りの、衣装のダメージとか、乾燥自体はほとんど一緒だと思います。なのでやっぱりここの曲がってるとか、ここのへこんでるとかいう違いがあると。で、表情パーツも多分こちら、変えてあげることができるんじゃないかな。取れますね。取れるので、こちらの、中波バージョン、こちらの方の表情パーツを逆にこっちにつけてあげることも、通常版につけることもできるという感じです。はい、こちらの中波バージョンはね、非常になんかエロいね。はい、中波バージョンで大体そんな感じだと思いますけど、はい、じゃあこんな感じで、中波バージョンの方をご紹介を終了したいと思います。はい、多分他の既存で出てるフィグマのやつですね。あとはムツかな。加賀と赤木、これの中波が出ないのはなんでなんでしょうかね。特に赤木の方は一般販売されたんで、それは出てもいいと思いますけど、ゲームの中で中波バージョンってないんですかね。ちょっとカンコレやったことないんでわかんないんですけど、多分あると思うんですけどね。なんで出ないんでしょう。それはさておきって感じかな。はい、一応次回ですね、次回もまたカンコレの方のフィグマですね、今度はそちらをちょっとご紹介していこうかなと思っております。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。